今回も、前回に引き続きですね、心理テストバトルをですね、皆さんにね、サラダゼリーの良さを教えていきたいと思います。で、まあ心理テストでね、勝った負けた問わず、ちょっとサラダゼリーってこんないいもんだよねっていうのを広めていけたらいいかなと思ってるから、まあゼリー興味ある人もない人も心理テスト楽しみながら見てみてください。高評価もよろしくお願いします。じゃあ行ってみましょう。じゃあね、今回の、心理テスト検証は黒板消し占いっていうのをやっていきたいと思います。2人が日直とか何でもいいんですけど、黒板消し先生に言われました。黒板どうやって消しますかっていう心理テストです、ね、はい、じゃあこの中でどれが一番自分に合うかな。ぐるぐる型、ぐるぐる型、横横、よっしゃ、じゃあ行こう。じゃあぐるぐる型の人、行きます。ぐるぐる型の人、まあ、3個ぐらい特徴があります。まず何事もやり始めは丁寧でやる気に満ちます。ノートもそうですけど、最初の数ページはやる気満々ですけど、後半めんどくさくなってだんだん汚くなります。やる気なくなって少し自分でも大雑把やなっていうところはあるけど、これを自覚してる。どうしてます。おい、完璧に全部当てはまってぐるぐる型やな、はい、すげーありがとう。横っけしは長いことずっと片思いしてた人がいる。おらんかったそう、一発やってました。先生に何か物、何か持ってきてとか、チケット持ってきてとか、これ配っといてって言われたらちょっとだるいけど、内心ちょっと頼られて嬉しい。怒られる以外で職員室に行くのは結構好き。あ、そう好きじゃない。くそー、4分の2やったな。くそー、横消し方はね、確かにあんま人気なかったけど、1人正解で、1人半々ぐらいって感じだな。ありがとうございます。あなたは道の中を歩いていました。別に一本道、すれ違いざま、すごく可愛い女の子、前から歩いていました。その女の子は何か食べてんのか、さあ、何か食べてんなと思いました。その食べ物は次のうちどれですか。グミ一緒や、一緒、グミ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 。今回心理テストは何が分かるかというと、あなたの SM のが分かります。グミを選んだのは M です。あーノーマルノーマルどっちかというと M に置いてる感じで、まあ人に尽くしてしまったりとか、男にちょっと悪かったりとかっていうところがありますっていうのが今の診断です。ありがとうございます。じゃあ、早速なんですけど、今日心理テストをちょっとさせていただきます。あなたたちはイルミネーションに行きました。行ったらなんか一つだけ電球の色が消えてる。それは次のうち何色でしたかっていう問題です。はい、何ですか。青、青、赤、黄色、緑、赤、いい女性の、まあ、セクシーさがある。だからちょっと筋肉とかも絶対嫌だなそうだろ、絶対マジでクソ外したそうやん、そうやん。お兄さん男性、ちなみにそういう感じの藤子ちゃんが答えるいい4男女性です。へぇー、マジで脅威の外し率なんだけど、今まで一番黄色のお姉さんが好きなんです。男性のことは韓流イケメンです。韓流イケメン、これ今日やばいぞ、これ今日やばいぞ。韓流イケメンのイケメン、あれ嘘やったっけ、違うんですか。韓流イケメン、青ね、青のお姉さんは、ちょっと目上の人、目上の人は社長さんとか、社長なんやねんこれ先輩とか、ちょっとこう若干自分よりも、まあ、年上、でも合ってるんじゃない、合ってるかも、合ってる、ギリ
合ってる？社長まで。ちょっとこのタイプは、ソフト M で優柔不断なことがとこがあるんです。ではないではない。やばいぞやばいぞ、これなんやこれ、やばいぞ。はい、ということで、じゃあ4人ともちょっと今日は違いましたよ。やっぱこれカットや、カットもカットや、これカットや、カットしに、カットしに乗せるよ。もう優しくて、あ、だって中ってふわふわ、ふわふわ、中身が3人の中って真剣になるんですか。情熱的。いや、姉さんはルパン。ルパン。フジコ。ルパンとフジコ。ちょっとでも。でもいいですね。ということでございました。今回の心理テストは、座り方で分かる2人の性格特徴。ね、無意識にしてる座り方で、2人の性格の説明書を。ちょっとお渡ししたいと思っておりますので、ちょっとやっていっていただければと思います。一応自分で、私も意識で一番するわ思うやつ選んで、3番です。3番、どう思いました？イエス。オッケー。じゃあまずは白いよね。まずわりかし人見知りです。あー、めっちゃ人見知りなんです。心を許してない友達と遊ぶのはちょっと嫌。気使いすぎて帰ってから疲れちゃうから。めっちゃ当たった。ちなみに恋人ができても一人の時間も必ず欲しい。あ、もうめちゃくちゃ当たって、あ、超当たった。さっき言ってた、寝る前にちょっとね、いろいろ考えてしまう。寝つきが悪い時に頭の回転がかなり速いんですよ、彼女は。実は頭がいいんですけど、ただ自分が頭の中で思っていることと言葉が合わない。課題めっちゃ言ってますよ。大勢や。でしょうに、ルールを破りたくない。そんな話をしてたよ。3番、膝つけて打ちまといたら言ってますよ。基本的に寂しがり屋で甘えん坊です。彼氏いました？いらっしゃらんの？モテそうね。皆さん、聞きました？人類の男性、チャンスですよ。まあ、一人で違うんだけど、一人で寂しくしてるよりははしゃぎたい。友達もいいです。男受けめっちゃいいらしい。男受けすごいけど、同性受けはちょっと普通。男人気は結構あります。熱しやすく冷めやすい。重い話、真面目な会話が苦手。先生に怒られて逆にちょっと笑っちゃう。あ、笑っちゃう。で、笑うなんて言われるんだろ。じゃあどう、二人とも総合的にそんな感じで。結構あるの。一応これね、70万いいね。まあ、こういう診断やってるから、はい、TikTok 見てみてください。終わりました。いやー、なんか間に挟んだめっちゃ多かったグループ全部外れたな。あんなことあんねんなって思いました。くそー、悔しい。まあ、ただですね、比較的他のグループ当たってるっていうことで楽しんでくれてよかったなと思います。まあ、視聴者の方もね、一緒に見ながら楽しんでくれたらなと思います。ぜひね、今後も、心理テストを活かしたりとか、いろんな心理、人の心理を使いながら、商品紹介もしていきたいと思いますから、まあ、楽しみながら見てください。お願いします。うまい。うまい。